どうも、ブヒケンです。本日は日曜日。3100ちゃん、だいぶいい感じまでなってきましたね。これで、昨日で、登院ってやつですか、あれをちょっとこう、出すっていうのをやりましたんで、一回これで下ろして、まあ、何メーターかね、前後すると分かると思うんだけどね、そこまでひどくないっていうのがで正確な数値もあると思うんだけど、それは師匠のところにまた車検でねお出しした時にやっといてもらうみたいな感じにまでちょっとやっとくっていう感じですね。ちょっと後でね地面に下ろしますけど、その前にちょっとこちらでね僕もずっといろいろ考えてたんですけど、まあ市場屋さんもいろいろね、相手って言ってアドバイスをいただいて、まあそのうちの一件があれですね、このウインカーのこのここの中でもうここの接点が明かりのね、電気が流れちゃってるようにお見受けしますって教えてくれた方とか、まあそれともう一方あれですねヒューズボックスから電気が流れて、まあこれでいろいろこうなんていうのかなスイッチになってるんですけど、まあ結局その最初の方と同じ感じですよね、言っていただいたのは。で小井太郎さん、いつもありがとうございますね、もうちょっとアドバイスくれたんですけど、もしかしたら配線のところねイルミから取るんじゃないですかって ACC最初それでやってたんですよ、一番最初ね。でそれで大丈夫だったもんでやってたのがその ACC から取ってるんですよね。それちょっと後で試してみようかな、もう一回。はい、ではやっていきます。ここにピンクの配線があるでしょう。これがね要するに ACC なんですよ。で一番最初はそれをここから取ってたんですよ。でまあいろいろ今作り変えたんだけど、でもあの時は正常に動いてたんだよなぁ。いきなりそういうまあリレーがおかしくなっちゃってたからだとは思うんですけど、まあ今なんでここが点滅するのか、ちょっと試しにね、こっちを使ってやってみようかな。はい、ちょっとこれでウインカー出します。点灯します。点灯します。ハザード。オッケー。そういうことか。はい、解決しました。小井太郎さんのアドバイス。ねえ、これ片っぽを、イルミから、取るんじゃないんですかねっていうのも入ってて、今ちょっと、今その通りにしてみたんですよ。でもさっき言ったように、この配線だと、今ね、まあ正常に動いたじゃないですか。これ、一番最初の状態なんですよ。さっきもね言ったんですけど、この作業しててこの状態まで持ってって、ほんでこっちの ACC から僕配線引っ張ってこっちの照明を取ったんですよね。まあ照明って書いてあるやつね。ほんで作り替えてつなげたんですけど、こっちをターンの方にで結局ね、やってる時は大丈夫で、で、後々最終チェックの時にダメになったじゃないですか。で、その原因が本当にこのリレーだけだったっていうことですよね、要は。これ今最初の配線なんだもんな。そう。だから作り替えたところをちょっと元へ今戻して、まあ差し替えるだけですけどね、もう来てるんで。で、やったら正常でしたね。よし。これで、今ちょっとほどいちゃったやつを、ね、もう一回まとめますけど、
いや、小太郎さんありがとうございました。あの、他の視聴者さんたちもいろいろアドバイスありがとうございました。結局リレー交換したら治ったっていうあれでしたね。くそー。はい、まとめ直しました。よし、じゃあ床のやつをつけちゃいましょう。もう一回全部ね、ちょっとマス締めというかチェックも兼ねて、まあ漏れてねえから大丈夫だけどね。ここちょっともうちょっときつく締めときますね。んでバッテリーの方も大丈夫だな。一応全部マス締めしてやってきますね、うん、これはまあここでくっついてるだけだからな。よしよしよし、全部見ました。緩みはない、緩みはないよ。よし、じゃあちょっと蓋をかぶせちゃおうか。よし、まとめました。あとオーナー様、ブレーキなんですけど、すごい今戻りがいいと思うんですけど、最後の最後のところにね、あのこうなんていうかな、戻りが甘い部分があるもんで、あの引っ張るスプリングもつけときましたんで、まあブレーキスイッチをこっちに移動したからもうどうでもいいんですけどね、なんかね、あのちょっとこういう風に戻ってこないと嫌だったもんでつけときました。一応ね。よし、じゃあ蓋するか。いよいよ、さて、確かね、これ外す時もそうだけどコツがあるんだよね。どうだっけ、ちょっとやってみます。はい、はまりました。でこれがここ、ただこれ多分オーナーさんの手作りだと思うんですけど、鉄板に木を鉄板ビスで留めてるんですけど、最初それ僕こういう状態で外すときにここで止まってると思ったもんで一回外したんですよね。うん、そしたらそれ全然関係なくて乗っかってるだけだったんだけど、ここのネジを、あの、外したもの入れの中に入れといたんだけど、この間、オーナーさん来た時、それも渡しちゃったんだよね。全部。そういや。ブレーキシューとかもそうだ。なんで、オーナーさんもすいません。納車したら、あの、多分ここの細いネジがそちらに行ってると思うんで、またつけてください。こうなってただけなんだよな。確か。よし。これでとりあえず元通りかな。よし。ではラストに、これどうしようかな。師匠のとこでも外すかな。外さないか。別に。一応置いとくか。ね。はい、これにて36年シェビートラックちゃん作業が終わりました。ここから先はね、師匠の方に車検へお出しするので、うん、まあそれもね、僕のとこで車検をお願いしますっつって、僕がじゃあいつものように外注で師匠お願いしますっつったんじゃなくて、もうオーナーさんが最初から師匠を僕のとこに持ってくる時からもう師匠にやり取りをちょっとやってたらしいので、うん、そんな感じですね。よし。いや、オーナー様なんとかなりましたね。だから配線だから一番最初ので間違ってなかったってことなんだよね。ただやっぱリレーに不具合があってああいう風になってっていうだけだったんだよね。うん、まあそれでもちょっとね、いろいろこのウィンカーに対していろいろ詳しくなったんで、次にこれ同じやつがまあきっと、まあ大概もうね、なんだろう、まあ40年代ぐらいまでやっぱこういう後付けですもんね。まあこれはしょうがないな。あとはちょっと火曜日に仮ナンバーを取ってきて、よいしょ、で師匠ともちょっと、いつ持ってっていいですかっていうのをね聞いて、よいしょ、まあ今ちょっと師匠忙しいらしいんだけど、忙しいけどいつでもいいよっつってたから、
場所がね空いてるかどうかをちょっと確認して、そんな感じですね。うん、さてちょっとしっちゃかめっちゃかになってるんで一回片付けて地面に下ろしますね。はい、こんな感じでね、数メートルだけちょっと前へ出しました。久しぶりに動かせることができましたね。うん、もう前回動いてたのはね、この車が作業始まる前にそこに入れて時なんでね、うん、そっからなんで、いや、オーナー様、やっとここまで来ました。まあ、ちょっとね、細かい調整だなんだ。ちょっとアイドルも高かったな。ちょっと低くしたりとか、まあ、その辺をちょっとやったりとかね。で、この位置に来れば、ドアが、バンと 100% 開くので、配線のまとめですね。その辺とか、ウィンドウの調整に入れる。そうだね、グローブボックスはまだね、つけるのちょっとやめときますね。シーションのとこで車検出すときにエアコンもやってもらう、エアコンのガスも入れてもらうんで、うん。もし漏れてたりなんやかんやしたらね、グローブボックスはまってると苦労するので。そんな感じだな。ちょっと配線がね、あ、一番めんどくさいから、まとめていきますか。うん。ドアが開けられるっていいですね。心配してた配線も大丈夫そうですね。もう一箇所ぐらいここつけてあげたいな、縛ってあげたいな。うん、開かないときは縛れなかったんですよ。でそれもやろう。まあ、最初にちょっと配線やって、ウィンドウの調整その辺やって組み付け、うん、まだここのね、このどっちだっけ、ドアハンドルがね、内装のあれをつけちゃうと、ここが、ちょっとね、あれだっていうのもあるので、そういう加工もやっていかなければならないので、まあ、ちょっとやってみます。やってくないけど、すごいなぁ。なるべくこれをね、綺麗に整理して、使ってない配線も、まあ、いっぱいあるもんでね、その辺も、まあ、めくらにしたり、なんやかんやしてあるから。まあ、ちょっとまとめてきますね。だいぶまとまってきましたよ。わかんないでしょ。わかんないですよね。だいぶまとまったよ。まだ全然だけど。なるべくね、ヒューズ、こういうやつね。ここはまあ手が届くけど、こういう後付けのヒューズとか、後付けのリレー。そこになるべく、手がちゃんと届くようにしてあげたいので。で、アースは全部はね、あそこに並べてあるので。で、長さの調節も今からちょっとね、あっちこっちやるんだけど、その前にある程度まとめないとそういうのができないので、ちょっと頑張ってきます。今、くーちゃん散歩から帰ってきました。くーちゃんはまだ歩きたそうですけどね。最近ほら、もう夏が終わって涼しいって、もう寒いぐらいじゃないですか。まあ歩く歩く距離が、のた打ち待ってるよ。何やっとんの。いいですかくーちゃん、いいですかくーちゃん。もうちょっとお兄ちゃん仕事あるからね。じゃあ続きやっていきます。ちょっとやっぱ何本かは長さの調整をし、くーちゃん、くーちゃんどいてくんないかね。登ってきちゃうんですよ、ここへ。やりにくいな、もう。そう、何本かはちょっとやっぱ長さを調整しなきゃなんないの。おい、クーちゃん、来い。
とねやっていきますね。今んとここの配線 1,2,3,4 4本の長さをちょっと調節しないとうまくまとめられない。今んとこね、こっちのアースもちょっと短くしてもいいね。ここにつくだけだからいいじゃん。綺麗にまとまり始めてるじゃん。こっちだな。よし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 。